やっておりました秋田大陸線八津駅でございますいやー、皆さん、もう冬でございますよ。右も左も白い。これはね、もうね、そう、今年ラストの駅からミッションでございますから、もうね、完璧にクリアをして、年を超えたいなというふうに思いますよ。へえー、テンションがおかしいでございますが、さあ、今回のミッションはですね、可愛いなんですけど、ちょっとご覧くださいよ、皆さん。駅可愛いくないですかちょっと、ね パープル入ったり、カタクリ、カタクリの花、これ。カタクリの花。これでもうミッションクリアなんですが、やっぱりね、ちょっとね、町、えー、の方にお会いしていろんなお話を聞きたいなと思いますので、さあ、参りましょう。八津駅で、かわいいヤツ探せ、行ってまいりたいと思います。今年最後、頑張ります。よいしょ。よいしょ。よいしょ。 秋田内陸線八津駅は1970年、日本国有鉄道角立線の駅として、仙北郡西錦村に開業、その後、1986年には、秋田内陸縦貫鉄道に転換、八津・蒲谷地域は、駅舎にも描かれているように、片栗の群生地となっていて、春には片栗群生の里が開園します。 カタクリの花は特産の西ジグ栗を栽培する栗林に自生していてその規模は東京ドーム4.2個分にも及ぶそうですまずは駅のすぐ近くにあるカタクリ館に伺ってみます中に入ってまいりましたよ素敵な建物和紙ですよ ちょっとご覧くださいコーナー体験料…あ,あ、体験できるってことかこれはおはようございますすみません突然ちょっとですね、はい、なんかこう体験できるっていうふうなこに書いててこれ10分でできちゃうわけですね <laughs> これできます,できますハマったり和紙、うん、ちょっと体験させてもらってもいいですかあいいですよいいですかうん。ちょっとその前に、ね、あ,あ,あのね 今日お母さん方が、お母さん方が<う>ちょっと渋川にを作ってるんで、<う>ちょっとそっちの方を先に来てもらえるか。えこのやつのお母さんたちが。はい先生さん。おはようございます。あおはようございます。すいません。おはようございます。AKT でございます。失礼いたします。 作業をしていたのは、浅野さんが勝手に名前をつけちゃいましたが、八つ肩栗若妻会の皆様と。現場を取り仕切る営業部長の小林さん。奥様にやられて、どれぐらい経つんですか。あ、でいいんだっけ。十年十何ていうの。うこの肩栗って、できるやつが、十年だから。まあ<っ>、大体十年。10年

誰もいけが。<laughs> <laughs> 特別に試食させていただきました。これはまずい、い今だけ。これ、これ、これでいるかなって感じでする。じゃ、これは何ですか。これは中間。<laughs> うまちょっとした苦味も加わってちょうどいい感じのうま大きさ別に値段も異なるこちらの渋川には片栗くと錦温泉クリオンで購入することができますいや大変お待たせいたしましたはいどうもよろしくお願いしますもう営業部長の話ししばらくてですね <laughs> もうもうもう <laughs> かれこれ2時間ぐらいだんじゃねえかっていう体感でございますがやっとこう体験させていただきたいなと思いまして。<laughs> はい <laughs> 鎌足り和紙は古くから小山田鎌足り地区に伝わる和紙で明治時代に一度途絶えましたが平成になって地元の方々の手によって復活片栗館では和紙の原料となる小うぞや製造工程について学べるほかインストラクター指導の下、紙すき体験をすることができますうわーしー もうちょっともうじゃんけん。あ、なるほど。なるほどあ、結構重い。いいよ。ぽいぽい。うん、ぽいぽい。ぽですか。で頭の上を通す。はい。ええ。で、左手がそのままの下に、下になるよ。左手が下、はいはいはい。で、合わせる。ちょっと見てください。できてるよ。できてる。え、こうだよね。こうですよね。はい。 で,で、こう、はるように。そうそうそう,そう、うんら。どうですかありがとうございます。<laughs> なかなかね、一回目でこういかないんだよな、ね。あら、うん、筋がある感じ。うん、あら、初めての和紙作り。筋、な、うんていうんですか、筋。筋がいいでしょ。うん、あ、筋がいいや。う 浅野さんが作った鎌足り橋は、後ほどスタジオで、後半は何やら可愛いものがある中学校へ。